じゃあ東神さんの防災教室で僕が素材を持ってきたので、ちょっと今からやり方を教えてもらおうかと思って動画回してます。僕手ぶらで来てるんで、木だけ持ってきてるので。そういう方も結構いらっしゃるので、はい、新人さんの貸し出しセットっていうのが、貸し出しセットこちら、一通りやっとことか、またやらとか。ありがとうございます。じゃあこれ今日貸していただいて、ちょっと作業していきます。曲がりくのやつはこう模様って言いますから、はい、これを一番綺麗に見えるところ、これを正面にします。はい、あの木と見る人が対面するような形ですから、はいはい、正面っていうのは必ずあります。はい、それを決めます。でこの模様が一番よく見えるところ、綺麗に見えるところ、こっちいいですかね。こうそうそうそう、うん、見えるでしょ。はい、でこれをこうしょ、仮に正面としましょう。こう印をつけます。これ正面ですね。はい、正面、はい、抜く、うん、枝を余分な枝を外しちゃうんです、はい、切っていっちゃいます。こういう、あ、こういうやつですか。うん、これ取っちゃっていいです。これ、あ、これも切っちゃいます。うん、切っちゃいます。両方、はい、ここで、はい、はい、いいです。へえ、こういう細かい枝、うん、これ2つ切っちゃうんです。これと、うん、細いやつ、あ、これですね。そうそうそう、そうですね。ただそんなに変わんないんで、こっちでもいいんじゃないかってみんな言ってくれたんです。うん、そうするとこういうね、こうカーブしてるでしょ、はいはい、こう腹ってお腹の方、はいはい、こっち背中、はいはい、お腹から出てる枝いらない。おな、曲がってる、そうそうそう、これが真ん中、これがお腹、こっちは背中、はいはいはい、人に例えたね、これがいらない、そう、来てますよ、はい、おお、こういう形が見えてる。確かに大胆に切ってたけど、ね、形ができた感じします。この幹の流れっていうのが見えてくるんでしょうか。あ、なるほど。これ一応こう正面としましたからね、ちょっとさっきと変わってるけど、はい、ここからこうずっと流れて、はい、こうずっと上がってる、これね。あ、なんとなく、ここがだん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 こう細くなってくるでしょ。はいはいはい、こうコケ順っていうんです。へえ。木がコケてくる。だんだん。これがないと、あのぶった切りっていう、この辺で切っちゃったら、うんうん、盆栽じゃなくなっちゃう。なるほど。木の、 あの元軸は残して、そうそうそう、だん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 細くなっていく。そう。へえ。で、大きくするんだったらこれ伸ばしてもいいですし、はい、このまま作るんだったらもうこのサイズ。あんまり大きくはしたくないかなと。大きくし、このサイズでやるんだったらもうこれが詰めてって、はい、ここここでいいです。ここそこじゃ、ここ、あ、ここですか。ここ、そしてね、あとこういうこういうのも抜きたいです。これおい、あとここ、これがね、これいらないです。この3つ、これですか。うん、上に出てる芽があります。はい、この取っちゃってください。あ、これか。立ってる。はい。これをサイズをこのサイズですって言ったら、ここで詰めます。はい。ここでいっちゃっていいですか。ちょっといいですよ。はい。おー。これも、ここで。これですね。そしてあとこれも。おー。こうちょっと綺麗にしてください。これをここで詰めましょう。ここで、ね、いいですよ。ここもっともっともっと、はい、これもこれもちょっと詰めましょう。ここまで、はい、ここまで、うん、これがね、枝がこう寄ってきます。ここに、はいはい、こうさっき V 字型ってこう V 字型作ってます、はい、とこれが邪魔になるんですよ。これが、あ、なるほど、これいらなくなる。いらないですね。そう。良かったですよね。と枝は分かれって言います。はい。二つと二つにこう分かれてきます。ここでこれ、で次行ってまたこれ、はい、ここで二つ二つ。はいはい。ここ二つ二つ。これはここまで行っちゃっていいです。うん、これとこれの二つ、ね。はい、真ん中取ってください。これ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 。これですか。そう、はい、
こう2つだと、はいはいはい、あとここごちゃごちゃしてる、うんうん、この細かいの取っちゃう、はい、この枝切っちゃってですよ、これごとここで、はい、これでもう針金かけてきます、はいはい、かけますか、かけたいです、はい、まず土を刺してください、はい、下につくまで、どこでもいいですか、どこでもいいですよ、この辺がいいかな、はい、はい、ぐーっと下につくまで、はい、はい、どっちへ曲がる、右へ曲がる場合は時計、ま、右回り、左へ曲がる場合は左回り、右の方がいい、だからこれはこう巻いてきましょう、ここに、こうこっち向きが向いてるから、はいはい、こっち向き、はい、そこかけてきます、はい、巻いてください、はい、これ枝の下入れます、はい、はい、今度ここもうちょっと上、だいたい45度、45度、はい、いいですよ、はい、枝の下入れてくださいね、はい、あ、ここでいいです、こっちで、この間でいい、今これ幹に針金かけました、はい、今度は枝にかけてきます、はい、この木の太さの大体3分の1ぐらいの太さでやってきますから、かけながら、あ、そうなんです、こうかける長さっていうのがあるんですよね、はい、大体こことこうかけるんだったらこの距離の 1.5 倍ぐらいの長さだけ、あ、なるほど、切るわけ、はいはい、ちょっと長めに切りますからね、ここでいきましょう、こういう形で描くんです、あ、この針金の2本になって沿わせて、ここで沿わせて、そうそうそう、はい、沿わせていく、二重にするのは、そうすると自然にここが入ります、ここへ、この枝に入れましょう、これですか、うん、そうそう、こっちからこういう形で、おっちゃい、それ怖いです俺そうですいいですよ、途中で、このじゃあ今度これ、この針がね、あ、これをこれをこうずっといきます、1本でやるんだ、枝の手前入れてくださいね、枝の手前、こう入れる、で、太い方行ってください、いいでしょう、次がこれからずっと上上がってきましょう、はい、今度次のこれですね、あ、これこの太いやつをまず最初にやったところを目安に、そう、あの細かいの下からね、順番にかけていきます、はいはいはい、で下から渡す、で次から次で必ず枝と枝を組み合わせて、じゃないともうグラグラして針金効かないですから、なるほど、針金交差しちゃったこれがこう残っちゃったんですよ、×印なんですよ、はいはい、こうなる、あまり良くないですか、これ、はい、ちょっと直しますね、これこうかっこ悪いですよ、これ、ああ、見た目のことです見た目が、今度これが最後の一本ですから、はい、これとこれでかけます、あ、これとこれで、うん、はい、これで OK、 切ってください、一応、はい、これで針金で掛けが終わったとします、はい、であとはあの形整えています、うんうん、これはあの木にこういろいろなこう曲がりがあるでしょ、これ、はい、こう模様って言いますから、はい、これ模様木、はい、模様木っていう樹形です、はい、でこれをいいですか、曲げちゃって、曲げちゃって形作っていきます、はい、あの自分の構想でこう作っていきますから、こっちから入れちゃって大丈夫なんですか、こうやって形を作っていきます、うん、
形を決めるときってどういうのを決めるんですか、はい、その形って、まあ、自分がいいなと思う、あの大体ね、あの基本の樹形ってのがあるんですよ、はいはいはい、その形に近づけていく、基本の樹形に近づける、基本の樹形、あのこれ心拍っていう木なんですよね、はい、この木は山の高いところに入ってる、はい、山の上の方ですから雪が降ったり雨が降ったり風が降ったり、それで厳しさが出さなくちゃいけないんですよ、はいはい、どういうふうに厳しさを出すかというと、こういうところがこうガクッてこう折れた形、うんうんうん、これ厳しさがない、ただこれだけじゃ平地にある木、松とか、はいはいはい、そういう形になってしまうんで、うん、こう心拍っていうのはこう厳しさを出していかなくちゃいけないんです、本当はあのこう全部細かく描けるんですよ、針がね、はいはい、あこういうとこも、うん、こういうあの先端まで、はいはい、ちょっと大雑把な質です、ここを締めてもらえますか、やっとこでこれで、はい、ねじってください、やっぱりいいですか、はい、あの自分の方引っ張ってくださいね、切れちゃうから、そう、はい、いいですよ、はい、いいです、切れちゃうから、はい、もうそれだけ最初の形全然ないですね、形が変わるでしょ、うん、もうちょっといきましょう、締める、これ締めてください、ちょっと引っ張ってくださいね、はい、そう、はい、いいです、行きました、もう最初の形全然違くなるんですね。これは斜めに植え替えるってことですか。そうですね。これこうだと、うん、垂直に立ったじゃないですか。これはい、これ垂直だったらダメだね。ちょっとこっちでこっち右へ行って、それから左へ流れていく感じ。立ち上がりが右へ左流れ、うん。必ず方向性ありますから。はいはい、頭の向いてる方向、左。先の先端こっちも、ん？これ？こちら。こっちが左、これですか、左一番先っぽ、これ立ち上がりが、ここ立ち上がりが右に立ち上がって左へ流れていくっていうやつ、ここでやっちゃっていいんですか、落としちゃっていいです、種類、はい、大きいのと小さいの、はい、でここ大きいのをちょこっと入れます、はい、でもっとこれ落としますからね、結構力入れてやっちゃって大丈夫だったんですね、閉めてください。あのやったことで腕締めも締めてください。はい、でしょ、うん。切っちゃってください。はい、根っこの下に入れるような形で、ガッともっとガッとおまけ差し込んでください、
こう入れてね、一回捨て水でしょ。それからこうかけてきます。なるほど。捨ててる。これは何ですか、勢い的なものですかね。ふわーってかかるね。はいはい。で、このままかけたら、勢いで、ね、土流しちゃうから。なるほど。一回捨て水して。で、この辺でかかる。もう水やりはこれで。完成。下から水出てますよね。はい。すごい。あれがこうなるんだもん。これで、あと苔を貼るか。苔も貼ります。そこからなんですね。苔貼りましょう。苔はただ並べるだけじゃなくて、はいはい、苔っていうのはこういうふうな、こういうふうに貼るんです、ここに。はい。こういうやつ。はい。こういうふうに、こう。こういう形、はい、形を作るってことですか。うん、ただこういうの並べるだけじゃないですかね。まあそうです。これじゃダメです。はいはい。なんか丸くして、なるほど。ここの枝こっちへ返しちゃったんですけど、風が流れてるってことはやっぱこっちへもう一回戻さないとダメです。ちょっと大きいな。はい。こう端っこ押さえつってください。ここに中に。うんうんうん。普通の素材みたいな。おまんじゅう作るんです。おまんじゅう。おまんじゅう？こういう形ね。平べったくしちゃダメです。こうやって指で脇をこうやって押すんです。こうでもいいし。輪郭をこうやって、そうこうちょっとこう端っこ入れてこうで本を見ましょう。これでいいでしょう。うん、正面がこの辺、どこだろうどこだろう。こっちだな。ここへこんでる方にしましょう。ここそう、なるほど。いやすごいですね、あれがこんな感じになるとは。もうたった1日でこれで完成で。これで完成。完成です、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ盆栽教室通えばこういうことが経験できるという。ちょっとこの水やるの気をつけてください。これ土流れちゃうからみんな。ああなるほど。バケツでこうつけるとかそういうしないと。あ、じゃあそうします。コースでジャジャったら土みんななくなっちゃう。これがちっちゃいからですかね、鉢が。そーっと水につけると。わかりました、気をつけます。じゃあすいません、ありがとうございました。長々、はい、